朝ドラ「半分青いあらすじ予告」第112話スズメの真相を語るボクテ」8月9日目放送分危機物語昇進のスズメの様子を察したかのように優子とボクテがスズメに内緒で突然岐阜にやってきましたかつてオフィスティンカーベルでしのぎを削った2人が わざわざ岐阜にやってきてくれて、スズメは大喜びです。当然のように、春ら、ニレのけの人々も歓迎し、茶の間で宴会が始まります。さらに、二人と顔見知りの律も、スズメから連絡を受けて遊びに来ます。それぞれの近況報告に盛り上がるのですが、飲めないお酒を飲んで酔っ払ったボクテが、夏虫駅で、スズメが、 律からのプロポーズを断った時の本心を律に伝えたいと熱弁をふるい始めるのです。